だってあの曲は。こんばんは。こんばんは。あんまり騒ぐとまた隣から怒鳴り込まれるよ。なんだ、これから出かけるのかよ。今のは彼氏ですよね。どうせ早っ。落ち着け。同居人だよ、ルームシェア。一人でこんな広い家借りれるわけないだろ。でも男の人でしたよね。ああ、だが恋愛対象は男だ。これから彼氏の家に泊まりにでも行くんだろう。彼氏。川崎な、部屋も別なら生活時間も違う。顔を合わせることもめったにない。でもっていうか、あんたもルームシェアぐらい考えた方がいいぞ。こっちで一人暮らししてるといつの間にかバイトばっかりになっていくから。